おはようございます、釣り子 TV です。先だってね、あのダイソーのピーライン買いに行ったよっていう時にね、おやおやおやっていうのをいろいろ見つけたんで、あのいろいろ買ってきてみましたよっていうことで、ね、まずはね、これね、クラブワームってね、まあカニワームっていうことだと思うんですよ。これはもうこれやったべっていうね、ここまでやるかっていうね。これあのなんかジャッカルのあのドリフトなんちゃらにすごい似てるよなと思って、あのねドリフトクローが出て、それをこうくっつけてニコイチにして、そのチューニングがめっちゃ良くてみたいな感じで市販もされてると思うんですけど、それにね、だいぶ酷似したルアーが売ってました。しかもね、釣れそうなこの小粒なサイズ。あーでね、今開けてみたらこれなんとなしって感じじゃなくて、あれね、俺出た時に使って、で、なんか渓流みたいなところでね、あの流し込むとね、サワガニ食ってんのかな、サワガニパターンだなみたいな感じですげえ釣れたことがあるんですけど、で結構ね、あれお気に入りで使っていたんですが、これ見てください、このなんだろう、細かいその触手の感じね、そこら辺までこれね抑えてきてるぞっていうね、そんな感じですね。でダイソーのワームってすごい丈夫なんですよ。かさぶすりの時なんかにね、あの古いねワームのやつよく使ってたんですけど、めっちゃね張り持ちがいいんですよね、これね。素材がムチムチして、で余分なものをあんまり入れてないんじゃないかなっていうことで、いや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 、これはねえあれじゃないんですかっていうね、そんなのがねあって、あこれまあまあまあ面白いから、ちょっと一袋買ってみようと思ってね、こう買ってきたんですけど、これ100円で買えますんでね、ね、こういうのがね、もう石鹸したら本当普通の釣り具屋さんで普通に頑張って売ってるメーカーがね、これ嫌になっちゃいますよね。これいいもん作ったらそれパクられちゃうんですからね、まあ100円で恐ろしい世界だと思います。で、あとこれ、おい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 、クローワーム、さっきのクラブワーム、このあのクローワーム、おい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 って、これはあのもうなんだろう、一時代を築いたあのクローワームと形が酷似しちゃってますよっていうね、はいはい、これはもう完全にドライブクローなんじゃないんですかっていうね、ドライブしそうだよっていう、100円で出してくるかっていう、ここのドライブしそうなこのピリピリの足ね、でそしてこのドライブしそうなこの手、この手がね落ちる時にこの水の抵抗を受けてこうドライブアクションを起こすわけですよね。ここの付け根が細くて、こうプリ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 ってすごいね、なんか微振動をしながら手がこうブリブリブリって動きながらね、そうしてこう落ちていくってね、そのフォーリングアクションにたまらず擦れたバスもねバイトするっていう、あのワームに、あの OSP の方、あのワームにちょっとだいぶ寄せてきてるんじゃないかなっていうね、ね、色ももうちょっと本当、まあ100円のはなんか色があれだからとは言えないような、もういい感じのスカッパノンで仕上げてきましたみたいな。これもうちょっとね、触覚と、足が細かい波動を生み魚を誘うって書いてある、知ってるよっていうね、3個入りですね、で 2.55 インチなんで、ラバージグのトレーラーとかね、そのラバのトレーラーにして使ってねみたいなのが書いてありますけど、ダイソーからあの鋼ガードのついたあのスモラバみたいなのもありますからね、あのね
で鋼ガード取って、でそれにこれつけて、でスイミングなんかさした日にはもうそりゃ結構擦れ切ったところでも大活躍してくれちゃうんじゃないですかっていうね。まあ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 こんな感じのね、攻め攻めだねっていうね、まあ、を2つと、あとねもう1個ね、ちょっと気になったんでこれ買ってきてみました。ね、ダイソーのね、ミノーね、小型のねミノーがねあったんで、これね最近このシリーズね、ここのなんだろう鎌本というか、ここの作るルアーね、ほんとねポッパーでねすっげえ使いやすいなと思って、ポッパーもこれでいいじゃんなんて、ね、思っちゃったもんですけど、そこのシリーズから今度ねこう小型ミノー、いやもうねこの色もね綺麗に塗ってきちゃうしね、もう資格がないです。ね、最近のダイソー使ってて思うのが、ほんとね最初からついてる針が安かろう悪かろうじゃないんですよね。最初からねちゃんと結構使える針がねついちゃってるっていうね、このミノーはこれどうだろう。あとはまあそうだね、浮き姿勢とかサスペンドなのかフローティングなのかとかね、ここら辺は書いてないですが、ブルーバックホロというカラーでフローティングとかになるのかな、そこら辺はちょっと記載がないですが、いやこれまたね、これも絶対何かには似てるのかもしれないですけど、まあまあこれ100円で買えちゃうんだろうね。やっぱねなんかダイソーマジですよね、なんかね、どこに向かっちゃってるんだろうなっていうね。まあこれはね本当、いや単純にいいな、欲しいなと思ってね思わず買っちゃいましたよ。でまあここら辺のはね本家本元もまだいっぱい持ってるし、まあ今こんなのもあるんですよなんていうねことにネタで買ってきたんですけど、まあただね本当さっきもちらっと言いましたけど、このダイソーのルアーってほんとちぎれづらいんですよね。だからちょっと、寒い時期のねカサゴ釣りなんかにちょっとガチで使おうかななんていうね目論みもあって、買ってきていました。まあ P ライン出してみたりも、こういうもう何やらかにやら出してみたり、プラグもなんかちょっと本気目で作ってみたりね、まあ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 、まあ今ねほんと何でも物が高い時代だなって感じるんで、ちょっとしたルアー買うんでもねほんともう最近もちょっとヒーヒーしてるんですよね。ルアー高くなったな、釣りの入り口大変になってるなっていうのは感じてるんで、こういうところを入り口としてね、それでブラックバス釣りとかあとシーバス釣りとかね海の釣りとか好きになって、そこから本格的にね、もうちゃんとしたタックルを揃えてやっていこうっていう、そういう入り口としてはこういうのも本当俺はありなんじゃないかなって、まあ、全部が全部これになっちゃったらねもう業界自体なくなっちゃうと思うんですけども、でも自分が小学校とか中学生の時にこの水準のこんな感じのものがあればね、それはそれで楽しかったなってね、もう羨ましい、ね、今、始めるチャリンコバザーの人たちはねもうぜひねダイソーに行ってこれちょっと本格的な釣れる形をね模倣したものとかが100円で買えたりするんでね、大人の人たちはね本家本物買いましょうみたいなねそんな感じですかね。まあわかんない、もうねちょっとわかんない、でも本音で言うとまあちょっと使ってみたいから買ってみちゃったってそんな感じでございます。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、何やらダイソーのよく釣れる釣り具シリーズが大変なことになっちゃってるよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。